どうも、鬼越トモグチャンネルです。本日のゲストは品川翔一さんです。お願いします。品川翔一です。どうもよろしくお願いします。東京 NSC 1期生ですから。やってたね。はい、なんかランキングで、はい、俺1位にしてたよね。はい、もっと、何でしたっけ、世間から嫌われてるけど違う、そんなんじゃない。そんな前振りだったんじゃない。もっと、もうちょっと評価されてもいい。もっと評価されていい芸人だ。評価されていいっていうか、評価されてないっていうか、まず大前提でね。もっと評価されていい芸人ランキングで出させていただいて、で、多分もう、お二人と一緒に仕事するっていうのはもう本当初めてですよね。はい、がっつり2人で2人でね。翔一さんは前ロケでね、寮を一緒にやるってたよね。翔一さんが寮、地引き網の寮で、で、船でその海に出るっていうので、うん、散々それまでミキティって言ったのに船で出た瞬間行ってきますって大事なところで言わないですよ。もう一回お願いします。ミキティマジョンももらっていいですか。欲しがるのよ俺の中でね。番組の中で一回決めてるんだけど欲しがるの。喧嘩も欲しがられてたじゃん。そうですね、ここでももう一回やってくださいとか言ってさ、ハンドル忍さんが止めに来るって言われるのそうそう一緒にね。それもうでもカンペでさ、はい、喧嘩って書かれてたら K ぐらいで、あ、喧嘩って書いてるなって気づくだろ。いやもう気づきますね。だから庄司はカンペでこう手が動いたらもう叫んでるやるよ。3本こうやってたらもうあとはミキティだからもうこうしてたらミキティって食い気味でやってます。ミキティの取り直しだけは嫌なのよ本当に。確かにあれ、あの時ちょっと多かったですもんねこんなに言わせるっていうぐらいあれだろ。でも喧嘩してって言って止めてって言って、はいはいはい、もし滑ったらいや、やってって言ったんだから笑ってよ。いやいや、それはありますね。いやもうだって、まあ、これ YouTube だから言いますけどね、藤原紀香さんがね、まあまあね、その一回そのうちのガヤって番組で、うんうんうん、でまあもともといろんなね歌とかそういうコーナーがあったから喧嘩は今回やんない予定だったんですけど、うん、やっぱおてんばなんで、うんうんうん、私も好き、うん、鬼越トモ喧嘩止めに行く、うん、止めたいっつって、うん、で、あー、わかりました。元々関西の人だったよね。そうそうそう、はい、お笑い好きだし、ノリがいいし、で、喧嘩して、まああのね、元旦那さんのことだけちょっと言わないとこうと思って、まあ、それはルールとして、ね、使いづらいですね。もうご結婚されてますね、はい、それ言わないって何にしようかなと思ってね、うん、いきなり来たから、うるせえなーっつって、うん、お前ただの水素水ババアだからなみたいに結構言ったね。あんま受けられない。結果怖い、結果怖い、まあ、結果もう滑りますよ。えっ、キーンってなって俺で、ノリカさんもびっくりしちゃって、あんなに止めてほしいって言ってたノリカさん、ノリカさん的にはじゃあ何が正解だったんだろうな。確かになんか多分、でもいや、ノリカさんはって笑ってではくれてたんですけど、うん、でもちょっと引きずってましたね。確かにね。いや、はい、確かに鬼越トマホークの喧嘩止めにって言われる悪口って多分こっち側も受けては欲しい。いや、まあ、そうですね。受けては欲しいけど傷つきたくもないっていう、まあ勝手なこっち側のな、はい、想定以上だったかな、はい、水槽は。僕らも受けたいんですよ、やっぱり、うん、受けなかったらただの悪口じゃないですか、うん、でそのまま変な空気になるんで、やっぱちょっとこうギリギリのとこ攻めたいけど、多分水素水が良くなかったですよ、ね、水素水ババアは OK だった。ババアは多分 OK だと思うんですけど、水素水なんだっけ、ジュニアさんとかの番組あったじゃん、ざっくりで、ざっくりでやつ、はいはい、ほんでその時に、小籔さんが止めに入って、うん、俺もすごいからね、小さい人間だと思わないで小籔さんが止めに入った時に、俺が止めに入ったんじゃないよ、はい、俺が止めに入ったんじゃないのに、小籔さんの悪口で、うん、ドラムこうやってやってるらしいな、うんうん、それお前が嫌いな品川がシャドーボクシングしてるのと一緒だからなって言う、うんうん、そう、つけたしね、つけたしね、あとのやつでね、はいはい、つけたしのやつで、はい、俺それでしばらく嫌いだった見てただけでしょ。違う、見てた、これはちょっと理由がありまして、うん、その言ったら僕初めて品川さんにお会いするとき、うん、まだ多分ちょっと尖られてたというか、僕らも怖いイメージがあったときに、うんうんうん、10年ぐらい、今11年ぐらいかも、神保町で、神保町だ、うん、挨拶初めてお会いするという、多分品川さんのライブだったんですよ。ライブ若手呼んで、トークやってたやつさ、はい、絡んだの覚えてる。もうめちゃくちゃ緊張して、緊張したね、挨拶の時に、うん、楽屋行って
で品川翔平さんには普通に挨拶して、うん、品川さんに挨拶しようとしたら、はい、品川さんが、うん、僕あの初めましてって言ってもずっとこうシャドーボクシングしてるんですよ。こうやってね、こうやってやってて、怖いよそれは。あ、初めまして、あの鬼ヶ島君と申します、よろしくお願いしますって言ったら、こっち見てよろしくって言ってる。カッコ悪い。いいじゃん。ダッサ。いいじゃん。いやいやいいじゃんって何。無視はしてない。いやいやダッサ。無視はしてない。でも無視はしてない。でもさ、初めましてで。いやいやいや、よろしくって、それは吉本の森脇さんって言われてる。誰が呼んでんだよ。嬉しくねえだろ。その時のイメージがあって、そこでちょっと付け足しをさせていただいたって。挑戦者を勝手にいじってたんですね。はい、そうですね。それはね、それはちょっと申し訳ないです。よろしくは。まさかちょっと、そこ、それでしばらく、あ、俺のこと言ってんなが、はい、あって、はい、で、 でもなんかあったら意外と、うん、あ気のいい子らだなと思って、うん、まあまあ数多くいる、まあ、可愛い後輩の人から、うんはい、その腕があるのに、うん、その評価されてないで、うん、YouTube でね、うん、1位にしてるの見て、うんうん、好きになった。単純だな。嬉しい。単純だな。単純嬉しいな。簡単だろ。簡単。一番簡単じゃない。もう好き。もう何かあったら守るっていうジャンル。すげえ好きだな。よかった。すげえ好きだなお前。マイナスから入ってもらった。でまあちょっと今回はですね、はい、まあ一応僕らではランキングっていうのを結構やってまして、はいはい、で今までだったらその芸人で一番怖いあの芸人ランキングとか、うん、ムラッとくる芸、まあ、女芸人ランキングとかやってるんですけど、うんまあ、せっかくなんでやっぱりもう昔のことも含めて、うん、ガチ喧嘩ランキングっていう、ガチ喧嘩品川さんで喧嘩した、した喧嘩の話でもいいですし、ですね、他の人の見た話でもいいですし、これ何でもありです。一番、はい、一番コンビでも僕らより喧嘩してきたんじゃないかって、僕らもこの世代にしてはですよ、この世代にしては喧嘩したんで、はい、ちょっと喧嘩で言われましたけど、品川庄司の喧嘩結構喋ってるもんね。喋ってんのよ、はい、結構喋ってんのもあるんだけど、思い出深いっていうか、やっぱこれすごかったなっていうのは、はい、一回ね、芸人ばっかり20人ぐらい舞台上にいて、はい、ほんで俺らが MC で、うん、アシスタントの女性の人が誰だったっけ、まあまあいたのよ、はい、もう有名な人、はい、ほんでその女性の人がこう仕切ろうとして、まあ、何の番組か言わないけど生放送、はい、で俺らのそのブースに来るのはほんと数分だから、はい、だからその間はライブとしてやってんだけど、生放送で来るその本番中だけバンって本番決めなきゃいけない、でその女性の人も仕切らなきゃいけない、そんなに上手じゃないしね、上手じゃないっていうか慣れてないから、それがなりわいとしてない人だったから、本職は女優さん、でそれでこう言ってたら、一人一番前のお客さんが、なんだ下手くそ下手くそ、え、そ女優さんにですか。そう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 。ほいでそれじゃあもう本番中にそうなったらまずいしと思って、で俺がうるせえなお前さっきからやっつって言ったの、お客さんに、お客さんに切れたの。もう浅草キッドみたいな話ですよね。ねえ、浅草キッドの平成だけどね、平時代は平成だけど、お客さんに切れた話をこんなさらっとするみたいな、すごいっすね。俺らここでもう分かるんですよ。ほんでうるせえバカ野郎って、ね、めちゃめちゃ綺麗さな。そしたらそいつが、なんだってね、降りてこいよこの野郎とか言って、結構すごいっすね、お前俺が降りないやつだと思ってる、怖っ怖っ、なんだ降りてこいよって言うから、降りてやるよっつってバーンって舞台から降りたの、はいはい、そしたら舞台上にいる芸人20人ぐらい、うん、みんなもう俺が短期だって知ってるから、降りるって分かってたな、はい、ほんでもうブワーって止めに入って、舞台上に降りた俺をみんなで掴んでグワーってもうズワーッドンってスーパー歌舞伎みたいな下が出てきて戻すみたいな、5、6人でグワーって開けたから、はいはいはい、だけど実は庄司もこっそり短期なの、いやまあ、短期だけど品川が切れたらまずいことになるっていうことで、俺が切れた方が落ち着くんじゃないかっていうモードになってたのその時は、はいはいはい、実はその俺がやってるよって降りた時、庄司も降りてたの、でも庄司が短期なんて誰も知らないから、みんな俺の方だけマークして、みんな俺の方止めたんだけど、庄司はもう誰もマークしてないから一人で降りたままなの、だけど飛びかかるわけにもいかず、こっそりこいつ一人で、恥ずかしかったわ、恥ずかしかったわ、うん、一人だったよ。それは
れですか、庄司さん的には品川さんが言われてるから俺も行くぞみたいなことだった、まあ、あんまり大ごとにしてしたくないから俺が切れた方がいいかなっていうことだったけど、うん、みんな俺のことノーマークだったから誰からも止められず、いやそれすごいですね。じゃあそれ止められてそこからはもう大丈夫だったんですか。もういやもうスタッフさんがもうその人は、うん、そう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 、もう退場させてくれて、相当マナー悪い、そうですね、いやもうずっとだから、はい、あたくさダメなのあら別に酒飲んでるわけでもなく、いやわかんない、もう何だったんだろう、チンピラですかね、見た目的には。チンピラでもないのよ、なんかおじさん絡んでくるおじさんっていう感じだね。でもそういう時代ですよね、多分ね、結構若手の頃ってことですよね。いや、まあ、でも客席に切れていくっていうのは俺たちぐらいだったんじゃないの、はい、いやまあ、いやまあですよね、そこの言い争いぐらいはあったかもしれないですけど、打ち上げでなんか赤坂の打ち上げでさ、他の席で飲んでたサラリーマンが、そうそう、それそれそれもあったよね。そう、それが俺たちは打ち上げで飲んでたな、うん、そしたらこっちで別のグループ、もうそれ2位に入っちゃった、もう2位にしてください、別のグループで飲んでたの、はい、で女の子たちが、その別のグループの女の子たちが、うん、あ、品川庄司、品川庄司って言って、うん、写真撮ってほしいとかって言って、うん、あ、なんか言ってくれてんなって思ったら、その男が一人、誰だよ品川庄司って、つまんねえんだろみたいな、なんか面白いことやってみろよみたいな、うわ腹立つわって言われて、あーってなってもうすぐなんだよ、ほんとに早い、今はならないですよ、それ当時今はならない、今はほんとにならない、はい、ほんで、でもやっぱ庄司が、はい、俺がそうなっちゃったらもう止まんないって分かってるから、品川より切れようと思ったんだろうね。そうそうそう、ドンキーコング の, そのゴリラみたいに、はい、そのソファーだったんだけどね、はい、ソファーの上を庄司がこうやってビヨン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 って飛んでって、そいつの男の前にドーンって取って、はい、ビヨーンって叫んで、で俺はもう笑っちゃって、はいはいはい、そんな笑う空気もないんだよ な, いけど、なんだこの野郎とか、てめえこの野郎とかじゃないの、もうずっと雄たけびを、うん、みたいな、はい、ほんでなんか収まった、そう収まった、向こうもなんか、なんだみたいな、だから普通に喧嘩で行くよりはちょっとやっぱ頭おかしいやつで行った方がいい、怖いじゃん、はいはいはい、でもなんかね、多分見てくれたら分かるけど本当怖いっていうか、すげえ死体の状態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 の撮影は成功した、成功してんの、だそれが前だったの、そのだからイベントはその後よ、だから、はい、そうそうそう、時系列としてはね、なるほどなるほど、だから 俺はその作戦でうおーって出ていったら、はい、みんなに一人ぼっちにされたっていうこと一回成功例があるから、そう時系列はそうなの、いや、いいコンビですね、本当にいいコンビなのか分かんないけど、なんだろう、僕らが勝手に最近品川さんが仲良くなって、うん、僕らがデビューして7年か8年ぐらいのなんか不仲説じゃないけど、その中よく分かってなかった、よく喧嘩するみたいなのでテレビも出られてましたね、まあまあね、喧嘩が受けたのもあったし、まあそうだね、求められてた部分もあるよね、まだその本当に喧嘩もしてたし、めちゃイケとかで喧嘩するノリが受けてたのもあるしっていうのはある、はいはいはい、あれ本当ですか、なんか収録でなんかちょっと中なんか変なこと言ったみたいので、収録の休憩中に品川さんから庄司さんのボディめなんか殴ったみたいな、あ、だからそれは和田アキ子さんの番組ね、アキ子さんの番組で、はいはい、全員正解当たり前クイズっていうのがあって、はい、である大御所の役者さんがめっちゃ間違えてたのよ、はい、めっちゃ間違えてて、でそれをいじったりもしてたんだけど、俺が間違えたの、はい、そしたらその大御所の役者さんがめっちゃ俺のこといじってきた、はい、でそこはもうバラエティーの想定内で、うんうん、で俺はいやあんただってさっきから間違えてただろみたいな、はい、なんで俺だけこんな責められなきゃいけないんだみたいなノリをやってたのよ、はい、そしたら庄司もいじってきてて、うんうん、いやお前何なんだよっつってガンってやったら、もう頭突きが綺麗に庄司の鼻に入っちゃった、で「いった!」とかやってくれたらいいんだけど、うん、もうこいつがリアクション取れなかったもん、痛すぎて、ってなって、いや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 みたいな、そんなリアクション取ったら、その俺が悪者になるじゃないかみたいな言って、もうほんと険悪なムーブ空気になってバッとなったんだよな、そうそうそう、でその時にどうしたんだっけ、安田のヒロ君がここにキスしてくれて場を収めてくれたドカンとして安田のヒロ君って言うのよ、安田大作のヒロ君、そうそう、安田のヒロ君、大作のヒロ君、シュッてして
安田のヒロ君に救われたら多分俺じゃない。いやでもナイスプレーだったの本当にドカンって受けたの。ほんでそれが収録のその合間の休憩時間の時にそのちょっとこうだよ、うん、そしたら喧嘩になったら先に手出すの大体俺だから、うんはい、多分もう庄司はもう、うん、今日は俺が先に手出すってもう決めてたんだろうし、ね、ほんで来いよってなった時にで毎回こいつはあの喧嘩になると敬語になるんだけど、うんうん、一番怖いですよ。ほらそうそう、どの喧嘩も必ず第一声はまた暴力ですか必ず言うのまた暴力ですか。これがもう俺の火をつけんのさ、ちょっと暴力振るうやつ頭悪いやつみたいなこうバカにされてる感じがしていつもイラッとくんだけど、うわーってなったらいきなり顔面をバーンって殴ってきた庄司が、まだスタジオの中で、はい、休憩中ね。そうそうそう、でいやいやいやお前なこれ収録の合間だぞ、お前が顔殴って、うん、このあと俺が顔腫れて出てったら受けるものも一個も受けないからな、そんなことが分かんねえからさっきみたいなしょうもないリアクション飛んだろうなるわみたいなっていうのが割と正論だったから庄司、うんはい、の勢いがピタッて止まっちゃったのこうブワーって来てたの、はいはいはい、で殴るんだったらこういうとこ殴んだよっつって胸をね、はい、こうドーンって殴って TBS の廊下までズズズズって庄司が下がってってで庄司はもう言い返すことないから殴られた胸をトンと自分で叩いた後にもうって俺ずっと叫んでんじゃん。ずっと必殺の叫び、必殺の叫びでそっから TBS の廊下でまあ、俺が殴る、庄司がうーって叫ぶっていうリアルなプロレスみたいなノリだったんですね。いやもうノリじゃない、もうノリじゃない、マジのマジの俺は庄司も本気だから、でタックルされてそれを受け取って投げ飛ばしたりとかして、それでもなんか這い上がってパンチしてきたりとかして、すごかった。そう TBS の動画それじゃもう止める人もいなくてもうずっとやってた。そしたら TBS のプロデューサーさんが止めに入って俺の顔を立ててくれっ て, 言って頼むよっつってそれ止まるんですか、そう言われたら。それで収まった、さすがに。本当に収まった。その仲いい方ですだったんですか。お世話になってる、お世話になってる方、もうすっごい偉い人。はあ、すごいですね。やっぱ今いないですもんね、スタジオで喧嘩するやつが。いや、いないだろうね。志田翔さんだけなんですか、その世代みんなが喧嘩してたんですか。いや、でもそこまで派手にラジオの本番中、テレビの休憩中、テレビの本番中もあるしね。本番中もある。本番中、めちゃいけ。めちゃいけ。あ、それガチ喧嘩ですか。それがめちゃいけだね。ガチ喧嘩だね。それも聞いちゃってもいいですか。じゃあそれ1位しますか。あ、ぜひぜひ。あのね、俺ドロップの番宣出てたの。はい。でこれね、もう細かい話言うとね、テレビの世界でメインの MC やりたいみたいな気持ちもあったわけ、うん、品川庄司で、うん、だけどなかなかやっぱずっとひな壇で裏回しとかって言われたりして、うん、自虐とかも言ったりとかしてね。でも映画とか撮ってそれがヒットして帰ってくれば、その凱旋帰国じゃないけどっていう気持ちでやってた、はい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 、俺は。だけど割とバラエティのいじり方としては、あーもう先生みたいな、監督みたいな意味でそう思ってたとは違ったのね。でめちゃイケはもうそもそも愛情あるんだけど、ちょいちょい出させてもらってたし、でめちゃイケに番宣で出ててなんか雰囲気おかしいなと思ったの。俺が言うことだけどなんかウケない、いつものめちゃイケじゃないなと思ってたの。そしたらオチ的には何ですかみたいな、芸人の気持ち忘れたんですか、監督ですねみたいな感じで庄司が出てくるっていうことだった、はい、サプライズ、なるほどなるほど。だからドロップの番宣してなんか今日そんなにだなって思ってたら庄司が満を持して登場するの、うんはい、ほんで綱引きをするわけ、で粉が真ん中にあってこっちとこっちで綱引きするの、でこうやって落ちたら粉まみれになる、はい、それがねまずもうバリバリ俺が痛いの、 100% 俺が痛いんだけど、はいはい、庄司の方だけね、はい、足のフックがあるのよ。いや、踏ん張り効くの。そうですね。で、俺の方ないわけ。はいはい、うわ、負けさせようとしてんじゃん。負けていいんだよ。まあ、それでいいっすね。負けたくない。バカだから。バカだから、もう負けたくない。ずるくないとか。そこ本気になっちゃダメだよ。俺だけフックないじゃん。ずるくないと思って。で、ガーンって落ちて、まあ、粉まみれになる。はいはい、ほんで喧嘩、うん、まあ、めちゃイケでそもそも喧嘩乗りしてて、うん、それもあってめちゃイケちょいちょい出させてもらってるから、はいはいはい、喧嘩させたいってなってんだけど、うん、でも俺はねなんかまた逆行って今度冷静予想としてるわけ、
だから庄司はもうディレクターに喧嘩してって言われてるから喧嘩をふっかけてくる、そうそうそう、何やってんすか何やってんすかみたいな。だけど俺はもう喧嘩に乗らないのよ、逆にそうかも、いやいや、な何してんのよ、いつもの感じじゃない、今日俺番宣で来てるからやめてよみたいな、はい、そしたら今日面白くないってカンペが出て、今日芸人じゃないですね、監督ですね、もう面白くないですねっていうふうにこう、まあ、言われて言ってくださいみたいな。で庄司は俺が面白くないって言われるのが一番嫌いって知ってるはずなんだよね、うんうん、俺がそれ言われたらもうどんな状態でも切れるって知ってるはずなんだけど、はいはいはい、面白くないって言ってもう切れちゃって、もう本当にブチ切れちゃって、うん、でその庄司をこう首根っこ掴んでこう首投げして粉がブワーって舞うでしょ、はい、その粉塵が舞う真っ白の中で、うん、めちゃめちゃ怖かった。本番中ですよ。俺本当に、本番中に。俺本当死ぬと思ったの。マジで。本当に。それだからもうリアルに周りがそんな聞こえてないですよね。うん、聞こえて、音声さんとかしか聞こえてない。でもね、やっぱ雰囲気で、ここだけ、雰囲気で、いつもの喧嘩とは違うっていう、ちょっとマジだねっていう感じで終わっちゃったの。でも止まった瞬間にふざけんなお前おならみたいなって。全員めちゃイケメンバーいる中で。全員の中、ほんでお前面白くないって言ったな、俺面白くないって言われるの嫌いだって知ってんだろみたいな。そしたら矢部さんが、いやいやもうそしたら台本持ってきたらええやん。ああはい、あじゃあ持ってきてくださいよ、書いてあったとしても言ったのこいつですからかもうなっちゃった、もう態度おかしい、矢部さんだろうがね、もう態度おかしい、俺が完全に悪いんだよ、はいはいはい、ほんでもう庄司がそのずっとその時単独ライブやりたいみたいな、うん、お前単独ライブやりたいとかふざけんだよみたいな、面白くないやつのネタなんかお前やりたくねえだろ、単独ライブなんかやらねえよ、もう解散だと、うん、そしたらじゃあごめん、庄司が言って、そしたら加藤さんがお前ダメだぞ本当はみんなの前で相方謝らせたらダメだつって、数年後みんなの前で相方のこと謝らせためちゃめちゃ、確かに、そんなブーメランないだろう、めちゃめちゃ数年後みんなの前で謝らせた、めちゃめちゃ全国ネットでな、まあその時はもう本当に加藤さん申し訳ないから、いやまあそうだね、皆さんに申し訳なかった、確かにすごいですね、でもその空気誰でも感じとんだよ、あで俺みんなに、あもう冷静になった後にみんなに謝りに行くんだけど、うん、結局、うん、で岡村さんとこ行ったら岡村さんだけ気づいてなくて、え、うんと、その空気全く岡村さんだけ気づいてなくて、はい、映画の撮影楽しかった純粋な、純粋いつもの喧嘩のノリだと思ったってこと、救われますね、うわーすごいね、でその日ね、そうそうそう、岡村さんとかと俺はその飲みに連れてってくれて、はい、いやいやあれはっていうので、うん、そのカンペを書いたディレクターさんとも、うん、いやもう品川がそれを書くしかもう多分喧嘩ならないなって思ったから俺が書いちゃったんだよ、はいはいはい、どうしても喧嘩にさせたかったんですよね、もうそういうオチを持ってたから、そう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 、で、そんで、うん、もう俺本当に解散しようと思ったその時は、その時は喧嘩のまんまもう解散だから、はい、そこの現場は、はい、あ現場はそれぞれ帰ってから、はい、もうやっぱりもうなんか許せなくて、まあ、当時の関係性もあったんだけど、はい、それでね、マネージャーさんがなんとか仲直りさせなきゃいけないって言って、ダウンタウンデラックスの楽屋に1時間入り時間嘘ついて、俺に、はいはい、次の日がデラックスでした、ね、あデラックスだった、庄司と2人っきりにさせようと思って、うん、1時間嘘ついて早めに俺を入れたの、うんはい、そしたら俺と庄司と、うん、その本当に緊張して早めに入ったカウカウさんがいて4人の部屋になっちゃったね。可愛いな。丁寧だから。一つ一つ丁寧。一つ一つの仕事に対して丁寧だから。純粋にちゃんと受けようと打ち合わせをしてる感動されて。まあまあでも早く入って。ほんでいやお互いもうちょっと言いたいこと言わないでこうすれ違ってきちゃってるよね。もう言いたいこと言い合おうって言って。だから俺に言いたいことあったら言ってくれ庄司。でそれで俺も言いたいこと言うからって言ったら、うん、そのタイミングよ、うん、そのタイミングで庄司が俺ミキティと結婚するわ言いたかった俺一番言いたかったそこじゃないんだけど俺その場合だからずっと隠してたから発表その時だからほんでもうなんかその怒りとか飛び越えて
でとう。だなって。もう一緒に住んでるのかよ。そう、結婚の話になって、もう亡くなって解散で。それって何年目ぐらいですか、その芸歴でいうと。だから、17年ぐらい前だよね。17年前ですか。そうだね。15年ぐらい、15、6年前。そうだね。お笑いやる前で。ちょうどそうだね、全然前だ。いや、だからもうそういうレベルが、鬼越が入る前にそういう喧嘩を経て、今ちょうど俺らぐらいじゃん、13年目で。僕ら多分15年先輩なんで、その時だから本当13年目とかそれぐらいじゃん。あ、そんな時にドロップとか取ってたんですか、13年目ぐらい。あ、もうじゃあだって M1 終わってから、はいはい、だから、あ、M1、 ドロップとか。あ、そうか、 M1 10年で出れなくなって。あ、そうか。俺らまだひよっこだ。いや、俺もっと喧嘩しないと。そんな、そうですね、いいのよ。俺らはそんなしない方がいいですか。あと、おもろ喧嘩になってないですね、うん、今みたいなエピソードで喋れるっていうのは。いや、面白くないんだよ現場は本当に。でもね、まあ性格的にせっかく喧嘩しちゃったんだから、やっぱ面白くしちゃったね。っていうか、まあ、まあでも全部事実だもんね、やっぱ。そうそうそう。だからめっちゃ払ったって切れてんだけど、状況は結構よく見てんだよね。その時この人がこうやって言ってくれたとかは、やっぱ日々漫談を欲してるから、そのブチ切れてんだけど漫談情報は欲しいから、結構こう周りは見えてばいいの。だからもうリアルに、だからその喧嘩してる時は血のぼってるけど、なんか面白いこと見つけてやろうじゃないけど、話す時になんかっていう情報を集めてるってことですね。まあ、そもそも俺なんかヤンキー上がりみたいに言われてるけど、結局あのお笑い担当だから、ヤンキーの中でも。あ、グレープ。結局その面白いことを話すので強いやつに気に入られてた部署だから、そもそもは。だからそういうきな臭いところの話こそ割と得意分野だから、そういう場面での記憶力は、うん、いや、いいね。ちょっと羨ましい。俺らないもんな。全然覚えてないです、はい、喧嘩しても。いや、よくないよ、まあ、だから、まあ、本当にこの間あちこち踊りでも言ったけど、はい、言ったけど、若手の子たちがちょっとギスギスしたりとか、ネタかけよとかっていうのを見ると、うん、心が痛いんだよ、本当。もうやめなって。そ思うんだって。今争うなと。いや、マジで思うの。もうやめなって。そう、それは何にもなんないよみたいなことなの。どういう経緯でそういう心理になったの、本当に。なんでそんな俯瞰で見れるようになったんですよ、そんな。うん、単純に心が痛いって。いや、ずっと言ってきたのよ、ね、まあ書かない俺もね、ダメだけど、ずっと言ってきた。なんでそうなるの、わからないんだよね。いや、わかんないよ、俺だって、うん、なんでか、年じゃん。そのタイとかの大犯罪者が出家するみたいなことですか。最後、全然喧嘩やめなって最後言いますもんね、あの人たちが。出家するじゃないですか、最後。刑務所に、坊さんになるじゃないですか。なるほどね、刑務所に本をこうボランティアあ、そこまで上がっちゃったんだな。いや、あのね、あの一番は裏方やった。ああ、監督ってなんだかんだ言ってスタッフさんじゃん、はい、ディレクター側じゃん、はいはい、だから両面見たんだよね。例えば入り時間どう考えても早くないみたいなことやっぱ言っちゃうときあるよ、ね、入り時間言ってるの俺なのよ、うん、そっか、監督だから、なるほどね。だけど、はい、入り時間早いかもしれないけど俺らもっと早いし、もっと言ったら俺が来た時間にはさらに早く入ってるスタッフいるんだよっていうのが、うん、まあ、やっぱ見えてくるから、うん、だから両面っていう意味では、なるほど、ね、ちょっと丸くと言ったらあれですけど、まあ、いろんなところを見てもうそういうふうに分かるようになってきたってことですね。最初そのスタッフさんとかの気持ちも分かんないし、あの滑るの俺らじゃんみたいな、恥かくの俺らじゃん、俺らが面白いこと言えばいいだろうみたいな思ってたけど、いや、みんなさ滑らせたくてやってるわけじゃないし、どうにか面白く映るようにやってくれたり編集してくれたりしてるっていうのが、はい、もう分かんなかったよね、うん、そうすると、まあ、庄司はそれではないけれども、うん、やっぱりなんかネタは書いてないけど一生懸命チケット売ろうとしてくれたとか、その俺が短気な分頭下げたりしてくれてたんかとかっていうのがだんだん分かってきて、うん、そのだから俺の顔立ててくれっつって止めたプロデューサーの気持ちも分かるようになる。分かる、うん、分かる。あ、自分の番組で誰が喧嘩が起きたら、まあ、最悪だよね。大人だな。いや、大人だよ。でもあとこんだけ今仲良くコンビでエピソードで笑い合う感じが本当に仲いいんだなとはね。どこで、でも仲いいってわけでもないよ。
2人で何かするってわけでもないし、うん、楽屋で2人で話すこともない、うん、普通2人の方がめっちゃ話すんじゃん、待ち時間すげえイチャイチャしてる。いやいやいや、でもこいつ本番平気で裏切りますからね。何何何、本番僕がちょっと滑ったらやっぱそのこいつの実力なんで、そんなことねえ、自分は自分で担当がちゃんとフォローするよ。でもさ、はい、タイプ的に鬼越トマホークって、うん、それぞれ用意してきたものを順番に出すみたいな雰囲気があるじゃん、うん、はい、どっちかが無茶してどっちかが止めて、はい、っていうよりも、はい、こう自分たちのこの個人技を順番に発表するみたいな、だから仲良かろうが何しようが、はい、なんか鬼越トマホーク内でも、はい、どっちの方がウケるウケないっていう感じがあるじゃん、はいはい、あ今緊張受けてるなとか、はいはいはい、だからそれがあるから、うん、裏切る裏切らなんじゃないんじゃない、個々の、そう確かに個々の勝負か、これで言うと一発目さが許せえなって言うじゃないですか、うん、でそれと被っちゃいけないし、そこに付随したことを 言わなきゃいけないんで、いつも大体教えてもらうんですけど、うん、機嫌悪い時、お前には言わないよとかって一発目で、うん、いやちょ俺どうするの、ネタ教えてくれ、じゃ例えば陣内さんに何て言うんですか、うん、お前にも教えない今日は、はい、本番アドリブででも俺が考えてたことと全く同じ、かぶったら絶対受けないじゃないですか、いや頼む教えて、いやいいお前はもう俺はもう自分で思いついたことやるからみたいな時もあるんですよ、はい、そういう時があるんです、ホントにこいつ滑らして懲らしめたいです全然仲良くひどくないですか、でもね、それは受けの病気かなんかないがしろにされてるみたいな思いある時ありませんか、なんかあのこんなに俺頑張ったりなんか緊張してんのに、こいつがなんか弁当2個目の弁当取ろうとしてたりとか、いやそれもお前ちょっと俺がのんきみたいなさ、のんきでもあともう一個あるのが、うん、そのお前のもちょっと教えてって言われて、うん、で俺が本当は思ってないと思うんですけど、こんな感じで言うとするじゃないですか、うん、それいいなって言い出して一発目で言おうとするんですよ、そしたら俺もう一回考えなきゃいけないから、でもチームだろ、チームだろ、チームだから自分だけ助かろうみたいな、すごいな、そういうのもあるんですけどね、僕らの中では。いやでもこいつもあるよ、はい、多分こいつの場合は意識してないと思うけど、うん、俺が何か言ったコメントで受けたやつをいきなりなんかこいつが言うことになってたりとか、うん、それは全然ある、それもやっぱチームプレーだから、チームプレーチームだからまあ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 え、じゃあもうチームってことはいきなり品川さんがミキティーとかボンと言わないと、いやそれはまあその発声の方法にもね発声の方法にもね、そうそう声量にもよるよね、確かにそのパターンもありますよね、ミキティって品川さんが言っても受ける時もなんか、あそう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 、もちろんね、はい、そうそうそうね、先に言っちゃうパターンとかね、いやでもこれ品川翔さんのこの喧嘩の話がすげえ面白いから、逆にあの時傍観者として見てた人にも話聞きたいよね、あその喧嘩をその場で、その喧嘩を、やっぱその一番その品川さんを世話してたし、喧嘩とかを見てたプロデューサーさんとかは今もいらっしゃる、いると思う、めちゃめちゃ偉い方だから、めちゃくちゃ偉い方だから、ルミネで喧嘩したのを誠司さんが見てくれてみたいな話があるんだけど、また誠司さんに話したんだね、全く覚えてない、誠司さんゼロだ、全くマジっすか、そんなことあったかみたいな、いやでも確かに僕らもこの間誠司さんとコラボさせてもらったんですけど、その場で生きてる方ですよね、そう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 、発言とかも、ね、全くだぜ、全く他の人のエピソードもみんな俺のこと喋ってくれるんだけど全然覚えてへんねんって、道理で笑ってるだけだなと全然乗っかってこないな、誠司さんが知らんのエピソード話してるずっとだいいタイミングで笑ってくれてたよ、そう笑うね、なんかだからトークの始まりとかね、まあ、目の付けどころはジュニアさんみたいな、お似てるなと思うじゃん、まあ、お兄ちゃんだからね、オチがないんだよな、あのやめろ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 、でもオチがないからこそノンストレスで生きてる、ジュニアさんの前でその話してたらジュニアさん苦笑いしてたわお前いやもうせいざオチがないじゃなくてもう出オチなのよ常に、うん、そもそも先に落ちちゃってるんですね、いやー、おもろいね、おもろいよね、やっぱ昔の先輩のね話聞くとやっぱ楽しいですけど、品川翔さんが今ちょっとなんかゲストを招く番組をね、うん、今冠番組持ってほしいですよね、品川内閣ずっと見てましたね、ほんとに、ワンクールかつワンクールで終わりました、ワンクールでしたあれはもともとツークール、はい、ワンクールっていう話なんですよ、元からそうそうそうなんですね、だから必死だったっていうか、はい、この
短い期間で面白くしなきゃいけないっていうのは、もしかしたら伸びるんじゃないかみたいな淡い期待もありながら、そうそう、良かったのよね、うん、そうそう、めっちゃ面白くて覚えてるんですけど、俺はもうココリコミラクルタイプの時ですよ ね、 そうね、確かに、なんでも今仲良くして、意味ないっすよ。もう手遅れですよ。もうちょっと早く、そんな仲良くしたら、もっと番組いっぱい持ってたのに。いやね、もう無理みたいな言い方すんだよ。あのね、まあ、こんなことあんまり言うようなことじゃないけど、俺あんまテレビ向いてなかったの。一番向いて、適応してたよ、ね、めちゃくちゃ出てましたもん、はい、見ましたよ。あのさ、しくじり先生出た時に思ったんだけど、うん、はい、まあ、自分なりにネタ用意しててわーって話して、うん、受けてんだけど、うん、で若林がいて、うん、吉村がいて、うん、澤部がめちゃくちゃ聞き上手なの、うん、いい感じで笑ってくれて、うん、いい感じで突っ込んでくれて、うん、で自分たちの話なんかそんなにせずに、うん、俺らの話だけを聞いてくれる、はい、で俺しくじり先生側はできるけど、うん、しくじり先生の聞く側できるかなって帰りに思っちゃったわけですよ、ね、で俺その時に、うん、じゃあ例えば鬼越トマホークがしくじり先生出てきました、うん、はいはいはい、2人でブワーってエンジンかかってやってます、うん、いや俺もないらない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 じゃん。それでも分かってるの、分かってるのがすごいですよね。うん、いや喧嘩といえばね。いいのいいの。俺も受けたいってなっちゃうんですよ。俺だから、まあ、それは芸人として当たり前じゃないと思ってたんだけど、例えば鬼越トマホークと絡むってなったら、うまい MC の人って聞き出してくれるじゃん、はいはいはい、俺は鬼越トマホークで何かエピソードあったかなって言って自分で聞きたいことじゃなくてもう練り込んでっちゃう、喋りたいこと、ほんで自分の用意したことブワーって話してもう終わりなの、はいはいはい、だからはっきり言いましょう、はいはい、YouTube も向いてます、ね、いやいやどこです別に、そんなことない、 YouTube はどこなんだよ、好き勝手喋ればいいんですよ、自由だから YouTube、はい、そこはね、いやでも YouTube もゲストに出てもらってゲストの話を聞き出すっていうのがまあそもそもあれだ、そうっすよね、いやでももっとねなんか自信を持っていただきたいのが、うん、やっぱ東京 NSC 一木ってでかいですよ、一木、うんうん、が欠けたら稲城さんがもしいなくなったら一木なしで二木グニャル福島さんとかですよね、98年今ガリ途中でいいだ、はい、だから入江さんとかも、ね、入江さんとか、はい、さんで、だから3期が4期からの歴史になっちゃいますから、そうそうそう、3期もトータルさんとかっすか、そう、あんまりお前トータルあんまそれが弱い、いいだろう、お前そう、お前がそういう風に言うってこと、お前の言い方おかしいんだよ、うん、お前がそういうとこだ、トータルさん、このすごくスケールの小さい人間は言ったことありますけど、トータルさん、ね、はい、地方のトンネル、地方の、地方からトンネルでもパワーズ、パワーズみたいな、パワーズに失礼だ、パワーズさんに失礼、そうですね、だからちょっとこれからはもう、はい、もうアラフォ、うん、アラファイブですか、うん、アラフィフね、アラフィフか、アラフィフなんで、でもね楽しいね割と、その責任ないし、責任ね、番組はね、責任ある、ね、俺なんか昔さよく戦国武将とかも好きだから、はいはいはい、例えたりするじゃん、はい、明石家さんまさん徳川家康かな、織田信長はやっぱダウンタウンさんかなとかさ、はいはいはい、じゃあ品川庄司何になるんだろうみたいな、真田幸村とかみたいになれたらいいなみたいな話してたけど、結果ね山賊山賊山賊です、山賊、うん、ふんどし一丁で人を襲って、はい、そいつらが持ってた武器を奪って売って、はい、酒に変えてドクロで飲んで、はい、毎日いや、ほんとでもそのすべてが欲しいのよ、まあ、まあまあでも確かにね、でもどっかで愛もあるから、うん、昔東京 NSC 会っていうね、LINE グループあったね、はい、今もあるよ、あれ、ね、あるある、ものすごい人数入って、入って最初に起こったことがオリエンタルラジオ中田敦彦が抜けましたほら、あれが俺こんだけ、じゃあ品川さんこんだけこういうの作るってちょっと先輩としては覚悟を行ったりするじゃないですか、うん、統率とでも別に、うんうん、ちょっと闇営業問題の時に LINE 動きましたもんね、それでみんながなんか俺でも統計で知らない抜けたんだよ、えーなんすか、抜けたんすか、抜けてるでしょ、はい、だってその前になんで抜けたかっていうと、はいはい、今日飲みに行ける人って送ったの、はい、で俺今日飲みに行ける人でその忙しかったりとか、はい、今日無理です今日無理ですって何十人来るの嫌だから、はい、あのそれ書かなくていいよとは言ってたけど、はい、もう2時間経っても3時間経っても誰も返してこなかったの、はい、で一番に返してきたのが庄司で今日は行けません
いい相方。いや、気使うだろう。だって誰も返してないんだからさ。誰も返さないとっていう。何時間か経つと。そう、僕なんかさ、そういうのはありますけど、まあ、そうだね。50人の後輩既読スルーの後に、はい、相方のね、はい、今日はいけません、いやお前はいいわ、うん、っていう品川庄司のやり取り、恥ずかしすぎるもう俺はやれないと思う。で全員見てましたもん、確かにね、あれ、あれやり取り、そう、そのやり取りのちょっと後に、ね、意味のわかんないタイミングで、うん、その森木さんが俺いけますみたいな、ね、あの、あ、これはもうお笑いじゃない人の、そうそうそう、精神だから、一応お笑いだよ、そう、この、この品川さんのこれでトーク出来上がるのに、なんで森木さんがそこで俺、俺明日ならいけますみたいな、意味、お笑いじゃない人だ、清掃屋さんの、ね、ありましたね。そうだ。やっぱ後輩からしたらちょっとなかなか行きづらいですよね。誰か一人行ったら行けるんですけど、ね、そこで庄司さんが来ちゃったんで、あれやっぱでも年、気まずいな、なんか年一とかではあっていいなと思うんだよね。ああ、確かに。同年C の集まりみたいな。はい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 。そのなんかみんながね、ドライにしようとしすぎちゃってるのあるじゃないですか、うんうん、で、まあね、ちょっとね、まあ、昔の大阪とどっかで対立があったから、うん、もう吉本が盛り上がってきたみたいなのは、今まあ東京吉本とか大阪吉本とか他事務所とか全く関係なくなっちゃったから、うん、はい、そうですね、今飲み込まれてるのはある、俺らで一個に固まろうっていうのも必要ないな、うん、必要ないけど、うん、なんかいいじゃん、やりたいですよね、ちょっとやってみたいね、極楽さんがいなくなっちゃったのがちょっときつかったかもしれない、いなくなってねえんだよ、いるはいるんだけどね、ケイチョン PC 管理はい、マネージメントは、マネージメントは若手の一番で、吉本興業に極楽とんぼは一人までって決まってた確かにもうずっとこういう状態で一人出たら一人帰ってきて、帰ってきたらもう、ね、こういう状態だから確かにその一期生とはいえ一番上が極楽さんですもんね、東京、東京だとね、確かにそこが多分もうね、ぐにゃぐにゃってなっちゃってあんまりっていうことですね、うん、はい、ちょっとまあとちょっとあのラジオがね、はい、そうですね、名前ありますね、はい、じゃあちょっとということで、本日のゲスト品川庄司さんでした、ありがとうございました。このチャンネル見てるやつは全員クズだ、お前らはもうクズが確定してる、チャンネル登録はしたからだ、みんな俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように、というわけで次の動画はこちら。